ああ、ギャラガーの辛辣発言一個はギャラガーがプレミア取ってないじゃんはあるんだけど、でもまあね、意外にそういうリプレイのこところ、から、ああやっぱ解説やってたりとか元プロとかだとそこはねおい、ほっといてくれるんだっていうか。よくあのね、僕とかもさ、あの、プロじゃなかったのにサッカーのこと語るなとか言われるんだけど、その理論で言うと誰もメッシュのこと語っちゃいけないっていう。お前ワロンドール8回取ったことねえだろみたいな。で、まあそれはまあ、シンプルな感想で、もう,もう一つ思ったのが、 あれなんですよね。ああいう風に、キーパーが悪い、フォワードが悪いって言ってくれると、チームとしては燃えるなと。アーセナルみたいな、こう、団結してるチームだと、こんなこと言われてるぞ悔しくねえのかってよう風になるから、全然悪い方の効果じゃないな、みたいに思いましたね。むしろあれは応援になっちゃうなって思ってましたね。あの、セービング能力。うーん、なんかね、この間のやつ、あれね、あれセービングなクロス対応っていうか、ただね、カップ戦のラムズデール見てもね、だからってラムズデール絶対使えって言えるような状況じゃないし、 後ろから繋ぐサッカーやる以上さ、ビルドアップを安定させられないキーパーが厳しいから、だからそれこそ、最近は上列変わってきたけど、ジンチェンコが富安より使えてもそういうのじゃん。足元の柔らかさっていうか。どっちでピンチになるかっていう、その、1試合にクロス上げる場面と1試合のうちにビルドアップする場面、どっちが多いかみたいな考え方もありますね。ライアとラムズデルの違いは、ビルドアップの時の球質かな受け手にちょっと厳しいね、ラムズデルの方がね。それははっきりわかるね。ああ、サクサクシーズンに比べてタッキングサード怖さ減ってるか。 一つは普通にサッカーの疲れは出てると思いますね。で、もう一つは、アーセナルが赤アーセナルだとして、こうぐるぐるサッカーするんじゃん、こういう。だから、サッカーが一番得意な、ここでの仕掛けをできる状況にない時が結構多いっていう。この二つですかね。ジズスは昨シーズンのような活躍できそうになったところで、怪我しちゃいましたね。でも、昨シーズンもね、出だしは良かったけど、途中からあれになってる。まあ、普通にあの、怪我しない。この間にゴール取った後にまた試合出てたら、上り調子になったかなって感じですけどね。 アーセナルの攻撃、人権コとライスで低下してよみえます。選手の入脚すのように前に出ていく選手が。でもライスは、ポジショニング、下がってきすぎたりするけど、インサイドハーフで。その分、富安と一緒に使ったら富安が上がるし、で、ライス自体も、オンザボールの質めちゃくちゃ高いし、切り替えの瞬間とか、守備もめっちゃ強度高く、振り切られないじゃないですか。かライスをアンカーに使いたい、ある程度の気持ちは上かるんですよね。アーセナルが、ね、4123で、ライスここじゃん。で、アーセナルの場合さ、前からプレスガンガンかけてるでしょ、こういうふうに。この時に この広いスペースを守るのがジョルジーニョだときつかったりするんだよね。だからライスとトーマスにするとか、ライス自体がこうとかで、ここ全部もうカバーできるとか、ちょっとぐらいスペース寄っちゃってたりとかしても、反対側にボール進んだとしても、急いで戻ってそこをカバーするとかできるじゃん、ライスだと。だけどライスだと降りてきすぎたりするから、その時に、あの、ヤスがバランス取ってあげる。 で、それがアンカーだと降りてきすぎるときに他の選手、アンカー降りるサイドバック上がる、あの、インサイドハーフ下がるダブルボランチかすみたいなここまで変わんなきゃいけないんだけど、これソシエだとかできないですよ。スビメンディが降りたときに、インサイドハーフそのままでサイドバックも上がんないから、なんか5ゴー,ゴーみたいになっちゃうんだけど。これがライスをインサイドハーフで使ってると、ライスがインサイドハーフだと、ライスだけ降りる分には富安でカバーできるから、全然いいっていう。 僕はライスと富康セットで使うのはライスの悪さは出ないし、ライスは別に努力しないとか、こう、悪いメンタリティの選手だとは思わないから、ただ、まあ自信ありすぎたりとか頑張りすぎるみたいなとこあるから、全然いいと思います。ただ、ジンチェンコの場合はタッチ数多くなりすぎたり、自分が目立とうとするみたいな、自分がヒーローになろうとしすぎるプレイが多いから、だから、ジンチェンコだとこのポジショニングのライスに合わせた修正もできないし、横振りが循環しなくなるしっていう、まあ明確に富スの方がいい理由があるっていう。 これはもう、ジンチェンコが日本人で、トミヤスが、あの、クライナ人でも、あの、同じこと言ってるんで、一応補足で言っときます、ね。僕はトミヤスが、バカな選手だったら全く話題に出さないと思うんで、世界一賢い選手だと思って、ポジショニングバロンドーラーだから。だからこんぐらい押しちゃいますね、富康。今のシティとアーセナルには完成度の差がありますか完成度っていうより適材適所かな。ハバーツが0ゴール、0アシスト言われてんのもいたたまれないよね。だってそこの選手じゃねえしさ。 あと、アーセナルの形自体がシンプルにクロス入れないから、ハーバーツ自体もゴール前飛び込んでいけないっていうね。アーセナル、トニー獲得のもさ、でもストライカーさ、トニーすげえいい選手なんだけどさ、あの、エディーもジェズス,スも悪いわけじゃないから、どっちかっていうとその、フィニッシュワークに行く上で手数が多すぎることが問題だと思いますけどね。ハバーツアンカー疑問視し,してしまう自分固定関連なんでしょうかまあ、疑問視ぐらいはわかりますけどね。ただその、アンカー、 で、守備できない選手っていうのは状況判断ができない選手が多いから、ハマーツの場合状況判断できて守備の強度低くないし、何よりライスが一番いいポジションがインサイドハーフだからね。ライスが左インサイドハーフやってたら、もっとスパーズ・アーセナルはアーセナルよりの展開が多くなったと思います。アーセナル、フォワードもう一枚、僕は必要ないと思ってますね。余計なことをやらせなくするだけで強くなると思います、アーセナル。 でも、取れるんだろうね。トニー選手だから、取ったら活躍すると思うよ。トニーがいらないってことじゃなくて、そこにお金を絶対に使わなきゃいけないわけじゃないみたいな。RR 君、スパイシャルありがとう。エディとジェズスだとレオさんの評価はどちら高いですか個人的にはジェズスの方ができることをいに感じるのですが、気質の質問でしたら申し訳ございません。やるサッカーを限定してあげたらエディでいいかなって思いますね。もっとシンプルにクロス入れたりとか、あの、裏にボール出すサッカー。パワーあるし、強引に決めきれるし。 だけど、ジェズスの方が今のアーセナルのこの中盤と絡みながら自分もウィングになったりとか、いろんなポジションを取りつつ最終的にゴール前にいるみたいな。あと、ジェズス。ジェズスの方が気ぃ利くからね。でも、エディの方が強引に決めきるみたいな。ペップ、富康欲しいって全然思ったりとか、リスト入ってるとかあると思います。あとは怪我とかの問題ですよね。あの、エディの方が残すべきみたいな話は全然思ってなくて、ジェズスの方がエディより気ぃ利くし、自分がどっちの方にしますかって言ったらジェズスなんだけど、ただ、エディっていうのは全然あるだろうなみたいな。 フリーの場合、ビルドアップの時にね、ディフェンスラインで後ろ向いちゃって裏抜けなくなってるとか、クロス入ってくる時に相手の背中入んないから、クロスのターゲットになれないとか、まあ、アセラのサッカーがそこにボール出さないし、簡単にクロス入れないから、そのこの癖つかないんだけど、実際は、ある程度だってビルドアップで回してフリーの選手に使うっていうとすごい重要しするんだけど、あの、ダイレクトにゴール前で1対1作れる形作った方が、相手もそれ嫌でライン引いてくるから、結果中盤にスペース生まれてあるんですけど。 でもその辺も含めてアルテタの場合、合理的でいろいろ考えて成長してくれるからこれ好きで見てるけど、不器用はすごいですからね、アルテタ。正直リーグや CL 優勝狙うにはアルテタじゃ厳しいだと思うのですが、アルテタ限界だと思いますかいや、そんなことないと思いますよ。むしろアルテタじゃなかったら、こんなリーグ優勝とか CL 優勝なんて、まだまだできないというか、CL 権戻らなきゃって話してると思います。アルテタだから、そういう夢見てるっていう <laughs>。 だって、エメリじゃ無理だったでしょリュングベーじゃ絶対無理でしょアルテタだからこの戦力一個一個伸ばして気づいたらライスとかハバーツが来るチームになってるんですよ。去年だって優勝争いしてるのはアルテタだからだから。ただ、最後に届かなかったのもアルテタの不器用さだから、そこをアルテタ今までこう監督としての成長を見せてくれてるから、今後もね、ちゃんと言語化しながらアルテタ今こういうのやろうとしてて、みたいな昨日のね、クロス攻撃っていうのよりも足元の攻撃になるからこういう形になってますね、みたいな話はみんな伝えていきたいけどね。 ただこのチームの中心選手にね、厳しく言うっていうのもね、その選手と監督の関係性があるからね。そこがね、崩れてたりとか、あとその、チームの中心っていうのも、フロントがそうしたいんだけど、現場はそうじゃないみたいなパターンもあるからね。逆にこの時期に不調でいいかなと思いますけどね。去年ずっと好調で最後ああなったじゃん。今おかしい分、こっから上がってくんじゃないかっていう期待はありますよね。その辺のチームビルディングがどうかわかんないけど、ただ、何よりいいのはアーセナルはアルテタをみんな信じてるからね、選手たちが。それはムーブでわかるから。 チャビだと厳しいっていうのは何,何に対してだろうなえ最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょうどうぞふとこでしたバイバイ